はい。車椅子特産です。今日はですね、えー、講演会をしてるんですけど、その講演会の前に撮影をしたいと思います。はい。バリアフリーね、なかなかわかりにくいですよね。バリアフリーと言ってもですね、今、ハードの部分、 本来はバリアフリーはハードの部分ですね。あの、段差をなくすとか、えー、階段ばっかりのところにスロープをつけるとかっていうことですけど、今国が提唱しているのは心のバリアフリーとか、まあそういうふうにね、いろんなバリアフリーっていうのが今あるわけですけど、今、えー、天の声さんが言ったのは、えー、まあいわゆるそのハードの部分のバリアフリーだと思います。まあそれを考えたときに、やっぱりですね、 完全に情報不足です。あの、皆さんの家の周りどうですかあの、普段歩いてみても歩道とか気にならないですかね。あれがね、私みたいに、あの、車椅子で生活してると、あの、たった1センチとか、たった5ミリとかの段差が乗り越えられない。 あとは、例えばもう古い歩道だったりとかしたら、ものすごい高さの歩道があったりとかする。要するにね、あのー、もう昔作ったインフラのまま、そのまま来てるんです、ずっと。だから、これを変えなきゃいけないんだけども、どう変えていいのかっていうのが、町の情報がどこにそういうところがあるのかっていうのが、みんなないんですよ。だから、バリアフリーを、 本当は、街の中で、一つずつ調べていかないといけない。で、えー、まあ、まあ、それがバリアフリーマップとか、ね、いろんなバリアフリー調査とかっていうことなんだと思うんだけど、そういうふうにしていきながら、じゃあ、街の予算でどれぐらいできるんかっていうのもしっかり、えー、これを、うん、考えた上で、もう無理やりですね、何壮大なバリアフリーを計画しても、 すすぐにそんんななのは、OK、が出るわけじゃないんですねただ今一番ちょっと危ないよっていうところの優先順位をつけてそれを要望していく、ね、あの町に要望する県に要望するとか国に要望するとかっていう形で変えていくっていうのが一番バリアフリーに近づきます。 もちろんバリアフリーには法律も基準もあります。だから、それに則っ,った形でやるっていうのが、えー、今からですね、自治体とか、ね、に求められることだというふうに思いますよ。っていうような感じですけど、いいですかはい、よくわかりました。ありがとうございました。じゃあね。